皆さんこんにちは、逆転コーチングの日澤と斉藤です。本日はですね、性性明確独国の特徴を徹底分析していきたいと思います。はい、やっていきましょう、はい、全国的にそこまで有名ではないかもしれないんですけれども、うん、性性明確独国務というね、マーチとニットをこませる間って言われるような大学群がありまして、うん、はい、実はねめちゃめちゃいい大学ですし、うん、難易度も高いんですよね。そうですね、うん、ただなんかそこの中でそれぞれの大学がどういう立ち位置なのかっていうところはね、意外と知らない方も多いかなと思いますので、うん、本日はまあそれぞれの特徴っていうところと、うん、最後にですね、まあ、大まかに現状のこうランク付けみたいなところを軽くお話しできればというふうに思ってます、うん、またですね、現在逆転コーチングでは公式 LINE を追加していただいた方に5つのプレゼントを行っております。偏差値40代からでも早慶やマーチに逆転合格するための勉強法を徹底的に解説した45分間の動画や、普段某大手予備校で英語の講義をされている日枝先生の特別講義などを見ることができます。少しでも気になった方は下記概要欄の公式 LINE 追加してみてください。難関私立大学の合格率 82.7%。 長野県の偏差値40の商業高校から明治大学に逆転合格しました。1日単位で計画が立てられていたので、モチベーションを保って志望校まで走り切ることができました。難関私大専門塾逆転コーチング。では早速各大学の概要から見ていきましょうか。そうですね、はい、大学が多いので、うん、ちょっとねこうババーっと皆さんにお伝えする形になって、はい、しまうかもしれないんですけれども、まあ、かいつまんでお話ししていきます。はい、お願いします。まずですね、性性明確独国は基本的に東京を中心にキャンパスを置いている大学群でして、うん、はい、うん、独協大学以外はメインキャンパスは全て都内にある形になります。はい、独協はね埼玉県の草加市なんですけれども、うん、言うて東京から近いんですよ。そうですね、電車でちょろっと行けるような距離ですので、うん、はい、やっぱり今首都圏に寄っている大学群でいいかなというふうに思います、うん、はい、キャンパスもですね基本的には一つのところが多くてですね、うん、明学と国学院とかは2つ、横浜だったり多摩プラザっていうね、こちらも神奈川になるんですけれども、うん、そういうところにキャンパスがあったりもするんですけれども、やっぱり東京、神奈川の横浜ら辺とかにね集中していて、渋谷とかからももう数十分で行ける距離なので、うん、いいところにキャンパスがある大学群かなというふうに思いますね。はい、私立志望の人はぜひ知っておいてほしいですね。で、学部数も比較的どの大学も近くてですね、はい、一番少ないのが成城独協武蔵大学の4学部、うん、一番多くても明治学院大学の7学部っていうところなので、4、5、6学部ぐらいっていうところが主な学部数となっております、はい、学生数ですね、はい、こちらがね多少差がありまして、性性明確独国務って聞くとね、学生数どこ多いのってなる人も結構多いと思うんですけれども、うん、多いのはですね明治学院大学と国学院大学でして、うん、こちらの2つの大学が12,000人と1万人ちょっとというところで、どちらも1万人を超えてくるような規模になっております、うん、対してですね、まあ、武蔵大学が結構少なくてですね、うん、4400人っていうのが学生数で半分未満になってるんですよね。武蔵って言ったら少人数教育に力入れてるみたいな話もよく聞きますよね、うん、そうですね、うん、キャリア相談とかも手厚いっていうのはやっぱ少人数だからこそ成り立ってるのかもしれないですね、うん、はい。それ以外の成城大学、成蹊大学、独協大学っていうのは、まあ、6000人から8000人ほどっていうような学生数となっているので、うん、学生数は意外と差があるんだよっていうところですね。で、まあそれぞれの大学の特徴をね軽く最後にお話しできればと思うんですけれども、成蹊、うん、はい、大学はですね、うん、吉祥寺に1個だけキャンパスがありまして、はい、立地はめちゃくちゃ良くて最高ですね、はい、で大学として力を入れているのは、うん、ゼミ活動だったり、うん、コラボレーションチームで動くっていうところ、うん、まあ、ゼミともつながるようなところにすごく力を入れてまして、はい、個の力というよりは社会に出てから役立つような力を、うん、大学生の力つけようっていうところに力を入れているような大学になります。いいですね。はい、成城大学ですね、はい、まあ、こちらも学生数6000人とこの大学群の中で下から2番目の数なんですけれども、うん、少人数教育っていうところをすごく力入れられてまして、うん、東京世田谷区にあるので、うん、ちょっとお堅いイメージがあったりもするかなと思うんですけれども、はい、きっちりとしているような大学になってますね。続いて明治学院大学ですね、うん、まあ、こちらキャンパスが2つあるんですけれども、明治学院ってどういうイメージあります？キラキラしたようなイメージがあるんですよね、うん、そうですよね、うん、国際教育にすごい力を入れられてまして、はい、青学ともね少しこうイメージが間違かったりするんですよね。キャンパスめちゃくちゃ綺麗じゃないですか、うん、そうなんですよ、うん、いいですよね、はい、では独協大学ですね、うん、まあ、独協大学はですねこう学部間っていうところを乗り越えていろんなことを学んでいくっていうようなところに力を入れられてまして、はい、語学にも強いっていうような特徴があったりしますね。そうですね、外国学部が有名ですよね、うん、そうですね、うん、でもう一個も国際教養学部なので、はい、4学部中2学部がもう国際教養学部になってきているので、うん、そういうところも力入れてるのかなと思います。
ますね。はい、國學院大学ですね。國學院大学は、まあ、土俵とかね、明治学院と対してですね、日本文化っていうところを重視したような教育を行っているような大学になります。はい、文学部とか、神道文化学部とか、そういうところもあったりして、まあ、国際系の学部が逆になくて、文化系のね、学部学科っていうところが充実しているような大学になりますね。はい、キャンパスはね、渋谷にあって、青学の近くにあるんですよね。いいですね、渋谷。羨ましいです。羨ましいです。で最後に、武蔵大学ですね。はい、武蔵大学は、東京都練馬区にキャンパスがあるんですけれども、こちら最初に言った通り、少人数教育になっているので、1年生からゼミが始まる、4年間のゼミのカリキュラムみたいなところが有名ですね。なるほど。では、冒頭でも言った通り、手厚いキャリア支援というところもあるので、就職活動とかのサポートもきっちりしてくれるっていうようなところが特徴ですね。なるほど。ここまで全部見てきましたけど、どれも素晴らしい大学ですね。そうなんですよね。これ聞くとね、全部いいなっていうふうになってくるかなと思いますと。はい、やっぱここからがね、皆さんが選ぶ指標になってくるかなっていうのが、やっぱり偏差値と倍率、就職っていうところかなと思うので、はい、そちらに移っていければと思います。はい、まずですね、偏差値見ていきますと、成蹊大学が 47.5 から60と、これ 47.5 っていうのも理系の学部なんですよね。理系学部ってね、この清泉明学独国分って全然なくてですね、はい、成蹊が本当に今唯一と言ってもいいような、まあ、明学でちょっとあったりするんですけど、はい、加減はちょっと気にせずいただいて、基本的には50いくつから60っていうところがメインになってくるような大学になってます。はい、成城大学が50から 57.5、明治学院大学が 47.5 から60、独協大学が40から55、國學院大学が 45.0 から60、武蔵大学が 52.5 から60というところで、やっぱりね、2とコマセントは1個下がりますね。平均的な学部の偏差値点は違うので、2とコマセントマーチの中間なんだというところで間違いないのかなとは思いますね。そうですね。で、倍率といってもね、やっぱり学部によって全然違うんですけれども、これ一般の試験の大まかな倍率っていうところを見ますと、実はそんなに大差がなくてですね、C っていうと明治学院大学が 2.7 倍なんですけれども、まあ、そこからですね、一番高くても成蹊大学や武蔵大学の 3.5 倍っていうところがアベレージになってくるので、全大学3倍前後というような倍率になっているんですよね。で、ここまで聞くとね、やっぱり差がそこまでないような気がしてきてしまう気もするんですけれども、まあ学部にもよりますしね。はい、なので、まあ偏差値っていうところで見ると、まあそこまで大きく差はないですと。で、まあ最後にですね、就職活動っていうところも見ていければと思うんですけれども、こちらまあ毎度おなじみの東洋経済オンラインさんが出している、出ました。有名企業への就職が強い大学ランキングっていうのがありまして、はい、学生数からどれぐらいの割合の人が有名企業に行ってるかっていうようなところを見ている数字なので、学生数には関係ないきちんとしたデータなんですけれども、そちらをもとに全大学でのランキングを見ていきますと、成蹊大学が58位。で、続いて成城大学ですね。こちらが76位。明治学院大学が89位。独協大学が140位。國學院大学が126位。武蔵大学が90位という形で、ここではね、結構差が出てくるんですよね。急に差が開きましたね。そうなんですよ。偏差値とかで見るとね、近年の勢いとかもあったりしますし、大学群でね、一個くくられちゃうと、みんなそこまで差があるって知らずに受けたりもするので、差が出づらいんですけれども、昔からの伝統とか、そういうところを踏まえると、就職としては意外と差が出てくるなという印象がありますね。そうですね。やっぱり成蹊成城とかのネームバリューっていうのもあるんですかね。あると思いますね。立地もいいですしね。ですし、偏差値といっても、こちらパスナビさんをね、基準にしてるんですけど、はい、2.5 刻みでしか出ないじゃないですか。2.5 ってめちゃめちゃ差がありますと。同じ60だとしても、受験難易度って意外と違ったりするじゃないですか。違いますね。っていうところで見ると、やっぱりこう成蹊とかは、受験難易度も高いなというふうに感じることが多いので、はい、この就職の順位とかも関係してきてるのかなと思いますね。で、最後にですね、結局、じゃどういう位置づけなのみたいなところも軽くお話できればと思ってまして、はい、清泉明学独国分の中でも、およそ4段階ぐらいに大きくランクは分かれるかなと思ってまして、一番高いランクは成蹊大学が頭1個抜けてるかなと思いますね。就職ランキング見ても頭1個抜けてましたもんね。そうですね。カンカン同率とね、たまに比較されることも、まあ、なくもないような大学になってくるので、成蹊が1位ですと。で、その次ですね、こちらが成城大学と明治学院大学。少しね、雰囲気が違うので、例えば成城大学って立教みたいにちょっと真面目なイメージがあるんですよね。逆に明治学院大学は青学みたいなキラキラしたイメージがあったりもするので、本当人によって選ぶ大学かかってくるかなというようなところもありますね。はい、なのでやっぱり清泉明学としか言わない人もいるじゃないですか、うん、の通り清泉明学が 1,2 を占めるような形になってますね。なるほど。はい、でまあ本当に差は僅差なんですけど、そのちょっと下の3番手として、はい、武蔵大学と國學院大学が偏差値とかね、就職の順位とかいろいろ踏まえてなってくるかなというふうに思いますね、でまあここもね、そんなに大きな差が1と4であるわけじゃないんですけれども、強いてランク付けすると、まあ、4番手が独協大学かなというところで、まあ、唯一ね、最高の偏差値も55っていうところ
で、まあ、60近くまで行けてないっていうところもあったりとかするので、うん、まあ、独協大学が一応4番手という形にさせてもらえればと思います。はい。でやっぱね、同じ大学群なんですけど、うん、独協と政経ですと受験難易度は結構差ありますね、正直なところ、うん、政経に落ちてしまってマーチに受かるっていう人とかは全然いるんですけど、独協がダメでマーチにきちんと受かるっていう人はやっぱ政経と比べると数は減ってきてしまったりもしてくるような大学になってくるので、うん、併願校とかで受けようかなって思ってる人も多いと思うんですけど、きちんとね過去問とか解いていただいたり、学部絞っていただいたりとかで自分に合った受験スケジュールっていうのを今後ね組んでいってもらえればと思います。はい。とはいえね、このままでは志望校に受かるか不安とかね、何すればいいのかわからないっていう人もいらっしゃると思うので、そういう方はですね、毎月枠数限定で無料受験コーチングというものを行っておりますので、受験のプロがですね1対1で今何をどれだけやればいいのかっていうのをですね、全科目一緒に計画を立てるものになっておりますので、少しでも気になった方は下記概要欄の公式 LINE 追加してみてください。それでは本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。